はい、皆さん、こんにちは。バイオハザードです。今は4月の3日で、今、ニューヨークでは今、朝の5時半ですね。1時間前ぐらいに起きました。まあ、なぜかって言ったら、まあ、聞かないでください。今回は、やるゲームは、マザー2の方だったかな。では、まあ、このゲームは他の人をやってるところを見たことありますけど、自分でやったことは一度もありません。ゲームを、まあ、持ってなかったし、そういうことで。一応、まあ、ほとんどの内容はわかりますけど、まあ、多分この実況でも迷うこともありますと思うよ。まあ、そうだな。では、一旦始めましょう。これ見てから。では、マザー2ギークの逆襲。では始めましょう。ゲームを。あれ？始める。あ、there we go。表示速度速い。ステレオ。ブレンディーや。名前を入手し、のつけてください。任せでいい。ネース、帽子、タクヤ、ジョン。はい？サルマル？あるよ。おい、ちょっと違うでしょ、それ。まあ、ネスのまんまでいい。行きましょう。女の子の名前は、ポーラだけど、他のはリボン、ゴロコ、ヨーコ、リラ、ピーチ、オテ。あ、まあ、ポーラでいいや。次はジェフでしょ。メガネ、ツヨシ、ポール、オラン、ルイージ、オア、犬の、ばっかじゃないか、それは。もう一人の友達は、これはプーでしょ？弁髪、シンゴ、ジョージ、チンパ、キノピオ、伏せ。まあ、プーで行きましょう。ペットはキング？あ、日本、アメリカのはキングか。日本のはチビか。バーナード、マサヒロリン、リンゴ、ルーシー、ヨッシー、散歩。まあ、チビのままで行きましょう。好きな、献立は何？ハンバーグだったような気がしたな。そうだ。すき焼き、もりそば、ハニーパイ、バナーナと、きのこご飯と、多分次、ドッグフード？犬まんまだ、やっぱり。僕ですか？かっこいいと思うものは、気合、ズバン、スマップ、ラブ、エイプ、ゴール、チャンピオン、消え。まあ、これは、自分で。入れよっかな。どういうふうにしましょう。あ、俺は東方のファンなので、それにしよっか。
まあそれにしましょう。まあでも、まあどうでもいいや。ひらがなでそうやって見てるとなんか変だな。まあいいや。では始めましょう。一応早送りはできるだけ使いたくありません。多分バトルは一番最初で見たモンスター以外は他のは全部カットしまいますと思います。まあそういうことになりますので、まあ実況をお楽しみしてくださいにしてください。アップデートはあんま頻繁にしないと思います。一応大学で忙しいので。では始めましょう。兄ちゃんも今の音で目が覚めちゃったの？怖かったねーって。まあそういうことだね、妹だし。プロのバットがあった。プロのバットを手に入れた。まあ俺はもう本当ゲームの最初ですから、まあ、ああ違う、何だろうかしら。あの音 NS、 あなたはちっとも怖がってないみたいで、まさか外へよしみに行きたいっていうのじゃないでしょうね。わっとはママがとても部屋をママが止めても部屋を抜け出して見に行くんでしょうから、せめてちゃんと着替えていってらっしゃい。ああはいはい。俺で行きましょう。犬も人も夜は寝るもんだぜ。寝ろよ。一応起きてますけど今。あじゃあ気をつけて、なるべく早く帰ってきてくるんだよ。これで町に帰りたいな。道路を通行止めなんで隕石が落ちたくらいで大騒ぎする。あーす、はい、隕石。ネオネット警察、何があるとすぐに道路を封鎖するので有名なんだ。ギネスに挑戦してるんだ。あ、そう。隕石を落ちたぐらいでパニックになるんじゃない。早く自分のお家に帰りたまえよ。あのな。さっきの音を聞いただろう。この近所に隕石が落ちたらしいんだ。俺が一番見に来たい、来たんだ。な。俺が一番に、見に来たんだぞ。はぁ、あ。こんばんは。ポーキー兄ちゃんならパトカーの後を追っかけて飛び出しに行ってたよ。ピッキーはうちに乗って、僕は留守番。パパとママの外に美味しいものを食べに行ってて、まだ帰ってこないんだ。あ、そう。2階になんかあんのかな？早速、もう、近所の家を荒らしましょう。ないみたいですね。今何時と思ってるんだ？今は、5時36分ですね。思ったらさっさと家に帰るんだ。いやーだね。こっちには隕石が落っこってるし、マジでシャーク団の連中が暴れているしているっていうし、俺らみたいな子供、お前らみたいな子供がうろうろするし、腹はベコベコだし、いらんこっちゃない。あのね、山の方隕石落ちて危険だからと
注意したらお前は行くのをやめるだろうか。やめませんね。プレゼントだ。おいくら、今何時だと思ってる？さっきも言いましたけど。まあいいや。レスをプレゼントの箱を開けた。バターロールがあった。レスをバターロールを手に入れた。やあ、ネスちゃん。隕石がゴーッとすごい音を立てて落ちてね。それはもう大変だった。俺はいつもニンニクを食べて体を強くしてるから平気だったけど、一般の市民なら気を失っただろうね。それにしても、警官がうろちょろしてるうちは、俺の、人生をかけた秘密の宝探しも、おっと、口が滑りそうになっちゃったよ。そんなことよりネスちゃん、この素晴らしい看板をチェックしてくれたかい？俺が文字を書いたんだ。その仕事、本職だからね。あ、そう？トレジャーハンター、ライアー・ホーランドの家はここです。はあ。どうもあの隕石は普通じゃないね。ストレンジというか、マーバレスというか、ミステリアスというか、選べよ、どっちかを。何や、ネスじゃないか。野獣馬を警官の皆さんの邪魔をしてる、進んでるじゃん。俺はもう家に帰る。あれだよ、謎の隕石のことならこのポーキー様が明日詳しく教えてあげるか。俺はいいけど、お前は邪魔になってんだ。しっし。邪魔だ、邪魔だ、邪魔だ。邪魔だ、邪魔だ。邪魔だ、邪魔だ、邪魔だ。邪魔じゃ、おっと、邪魔だって言ってんだよ。あんた、なんか、で、誰に話をしてるんだ。はい？あ、ネス、いいところに来た。ポーキーを何とかしてくれよ。うるさくて参ってんだ。お前ら友達なんだろ？はい、いいえ。友達じゃなくて家が隣なんじゃないでしょ？頼むよ。はい、その家が隣じゃ、同士だな。誰に話して、はい。お前もう家に帰る。だだ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 。あ、そう。じゃあ帰るよ。まあ、こういうところはもう早送りで、行きましょうね。あたたたたたた。おかえりです。何も言わなくていいの。ママわかってるつもりだ。今日も遅いから早く寝、お休みにしなさい。さらに夜も更けてますね。タンタタタン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 。誰だこの時間に。誰かノックしてるみたい。下品な叩き方だな。まあそうだね。こんな時間に誰かドアをノックしてるんだ。ネス、出てちょうだい。はあ。どん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 。うわ。はい。なんでポーキーがいるの？大変なんだよ。何がじゃないよ。隕石の落ちたところ、